聞いてよ、僕はすごいことに気がついてしまったんだ。空気清浄機の天ぷらがうますぎることが。それもあるけど、それよりもすごいことなんだ。聞かせてみろ。アルタイル20の木のアルタニウムってあるじゃん。あれって高額で売れるらしいんだ。だからアルタイル20からアルタニウムをぶち抜いて売っ払おうと思うんだよ。なんでだよ。お前らモラルとか倫理観とか持ってないのか。そういう性格に設定したのは君でしょ。あ、そっか。やめろよシエル、アルタイル20が嫌がってんだろ。された相手の気持ちになって物を考えろよ。字幕と言ってることがあってねえぞ。どんだけスパゲッティ食べれるかな。きっとお前でも食べきれない量が購入できるぞ。お前らよくこんな卑劣な行為ができるな。僕は痛い目見てないからどうでもいいよ。どこの誰が苦しもうが、俺は俺の信念を曲げない。びっくりするほどクズ。コーナーややることは一つ、尻尾を巻いて逃げるんだ。逃がさん。それじゃあアルタニウムを売っ払うとすっか。すいません、これおいくら万円ですか。8円です。え、いやなわけねえだろ。アルタイルからもぎ取った新鮮なアルタニウムだぞ。しかしお客様が提示されたものはゴミで作られた偽物ですので。ゴミでできた偽物だって。その通り、こういう時のために俺はゴミのレプリカとすり替えておいたのさ。っていうかお前ゴミを頭部に貼り付けてたのかよ。くそー、あのオレンジ脇毛がそんな対策をしていたなんて。脇毛オレンジじゃねえよ。さあ俺を苦しめた毛にはきっちりつけさせてもらうぜ。やばい、最強ウェーボンチクワを出しやがった。チクワが相手じゃ勝ち目がねえ。どうするんだよシエル。いや、ある、たった一つだけ残された手段だ。だがこれは同時にとても危険な賭けだ。助かる見込みがあるなら何だっていい。やれー。何をするつもりか知らねえが、お前たちはここで終わることには変わりはねえ。ボロクズ、お前と過ごした時間悪くはなかったよ。しげるー。いいのりんはおおむねないないない。僕はウサギの子供です。いつもゾウさんを食べてるよ。まずいです。じゃあね、バイバイ、元気でね、バイバイ。